ってことで、お二人は特別に少し離れたグランピング用テントでお休みくださいっす。って言われてきたけど、テントってこれ？まあ確かにテントではあるけど。ああ、これ天井が透明になってて星が見えるわよ。すごいロマンチックだね。そうね。じゃあ今日は二人でここに寝るってことなんだ。ベッドすごく大きいね。そうね、キングサイズってやつね。あ、冷たい飲み物とか用意してある。そうなんだ、せっかくだからもらっちゃおうか。いや、それにしても星が綺麗だね。そうね。あの、もう少しそばに寄っていい？あ、はい、どうぞ。彼は大変勉強のできる子である。本人のたゆまぬ努力もあって、とても頭の回転が速く知識も豊富で、そんな彼の頭脳がフル回転で今考えていることは、これってどの程度までイチャついていいんだろう。頭の良さの無駄遣い。それはせっかく大きなベッドに二人で寝るんだから、可能な限りイチャつきたいところではあるけども、ここは悲しいかな。防音効果ゼロに等しいテントの中、こんなところでお嫁さんの甘い声を響かせてしまうようなことをすると、ここにいる知り合い全員に聞かれる可能性がある。ま、僕はそれでもいいけど。だけど今までの経験から言って、シャワーを浴びてないので汗とか流せていないこの状況だと、司ちゃん抱きつくのも嫌がるだろうな。まあとはいえ、少し嫌がってる司ちゃんも可愛いんだけどね。ただの変態である。旦那様、この手は一体何？は、いや、なんだろう。なんだろう、星がその綺麗だなって思って。どういう理屈？だけど星も綺麗だけど、司ちゃんもとっても綺麗だよ。ありがとう。うん。あれ、この後どうやってベッドまで誘うの？マジで普通の夫婦はどうしてんの？こんな雰囲気でベッド行こうかとか言うの？っていうかそれ超恥ずかしくない？なんか直接的すぎてちょっと怖くない？何かこういう時に使う大人の合言葉とかあるの？あるならそういうの学校で教えといてくれない？どうしよう。だけどやっぱりお嫁さんとはできればベッドでイチャつきたい。司ちゃん。はい。ここじゃなくてベッドで横になって星を眺めてみない？そうね、横になって眺める星も綺麗かもね。じゃあ星がよく見えるように明かり少し落とすね。星が綺麗だね。月も見えるわね。腕枕とかしようか。なるほど、それはナイスアイディアだわ、旦那様。ベッドふかふかだね。そうね。今日はとっても楽しかったね。そうだね。正直ここからどうしていいやらわからないけど、司ちゃんいい匂いがする。でも汗もいっぱいかいちゃったし。でもほら、とってもいい匂い。いや、臭かったい。